ただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話しいたします。はい、私から1点お話をします。新型コロナウイルス感染症についてであります。まず道内の感染状況、新規感染者数でありますけれども、本日人口10万人あたりでは465人となっています。グラフをご覧いただくと分かるんですけれども、医療機関の多くが休診となりました年末の時期から1月4日にかけまして、まあ、大きく減少をいたしました。その後再び増加をして、この年末の水準に戻ってきています。現時点ではこの年末年始の状況を踏まえても、この大幅な増加という状況には至っていないという状況にあります。この年末年始の間、道民の皆様には感染対策へのご理解、ご協力をいただきました。このことに皆様に感謝を申し上げます。引き続き年末年始の影響も含めて感染状況については慎重にモニタリングをしていきます。病床使用率につきましては、こちら年末年始にかけて減少いたしまして、現在 38.5% となっています。また重症病床使用率については 7.3% ということで、これは横ばいということで推移をしています。季節性インフルエンザについてですけれども、こちらはコロナ禍以前よりはまだ低い水準にあります。本日直近の状況につきまして公表いたしましたが、道内すべての地域で流行入りをし、増加傾向が続いています。江別、岩内、室蘭の3保健所管内ではこの注意報を発令をしたところであります。この季節性インフルエンザの詳細については道のホームページ、こちらで公表させていただいておりますので、ご確認いただければと思います。新型コロナの全国の状況を見てみますと、年末年始との比較となっていることもありますけれども、このすべてのこの県で増加傾向という状況になっています。特に九州、中国、四国におきまして、この感染が拡大しているという状況にあります。ちなみにですね、この道内、北海道の新規感染者につきましては、1月の4日以降9日連続で全国で最も低い水準という状況になっているところであります。そして病床の使用率についてですけれども、まあ、これは北海道、先週と比較して 4% マイナスという状況でありますが、こちら全国の病床使用率については、こちらについても46番目ということで、日本で2番目に病床使用率が低いという状況になっているところであります。重症病床使用率につきましては、先ほど申し上げたように横ばいということでありまして、こちらについては全国で40番目という状況になってまして、まあ、こちらも低い状況にあるというところであります。現在の流行の主流については引き続き BA.5 系統ということであるわけですが、道内においてもオミクロン株の悪系統、まあ、この確認が増えてきています。一昨日11日でありますが、 XBB.1 系統、こちらが初めて確認をされたところであります。また BQ.1 系統および BQ.1.1 系統、こちらも増加をしているという中で、これまで18件が確認をされております。こうした系統の確認は徐々に増加をしていますことから、まあ、引き続きゲノム解析によりまして、道内における動向を監視をしていきます。年末年始、そして冬休みが終わりました。生活が通常モードに切り替わるという中で、新規感染者数につきましては、まあ、依然として高い感染レベルにあります。季節性インフルエンザとの同時流行も懸念される状況にあります。道民の皆様には、今一度基本的な感染防止行動、こちらの徹底をお願いをいたします。これまでも道民の皆様にはお願いをしてきたことであるわけでありますが、
まずは混雑する場面などにおける基本的な感染対策、こちらの再徹底をいただくこと、そして重症化リスクの高い高齢者の方や基礎疾患のある方、そうした方々と会うという双方が感染対策について取り組んでいただく必要があります。また普段と異なる症状がある場合は外出などを控えていただいて、発熱などの症状がある場合は自己検査を行って陽性者登録センターなどをご活用いただければと思います。飲食では大声や長時間の回避、会話をする際はマスクを着用することのお願いとともに、十分な換気につきましてもお願いをいたします。そして無症状で感染に不安を感じるというときは検査を受けていただくということ、特に高齢者や基礎疾患のある方と接するという場合には事前の検査についてのお願いをいたします。今年は3年ぶりに全道各地でさまざまな冬のイベントが行われます。人との接触機会も増えます。感染リスクが高まる場面ではより一層徹底して取り組んでいただきたいと思います。そして道内では学校の冬休みも終わりまして、順次新学期が始まるわけであります。現在10代以下の感染者数の割合が大きく減少している状況にあるわけでありますが、学校の再開後には現在流行している季節性インフルエンザとの同時流行に注意が必要であります。新学期に備えて児童生徒や保護者の皆様におかれましては、改めて感染防止行動を徹底していただくようにお願いをいたします。また道民の皆様にはオミクロン株対応ワクチンの速やかな接種の検討をこちらをお願いいたします。インフルエンザのワクチンの接種につきましてもご検討の方をお願いをいたします。そして日頃からの備えとして解熱剤や検査キットをご用意いただくなど、セルフケアや自己検査の準備についてもお願いをいたします。道のワクチン接種センターにおきましては、明日14日からワクチンの接種を再開させていただきます。1月はオミクロン株対応ワクチンは4日間、ノババックスワクチンは2日間接種を行います。現在1月中のすべての日程で予約することが可能な状況にあります。接種をご希望される方は道のホームページをご確認をいただいた上でご予約いただきますようお願いいたします。新型コロナウイルスの感染症法上の取り扱いについてでありますが、これまでも国の専門家や分科会で議論をされてきたわけでありますが、一昨日11日になりますが、今後の法的位置づけや対策について必要な準備を進めながら段階的に移行することなどが議論されました。今後国における検討が加速することも想定をして、道として検討状況について情報収集を進めるとともに、そうした内容を市町村や医療関係団体とも共有をしてまいります。行動制限がない中でこれからは3年ぶりに行われる冬のイベントなど、人との接触機会が増える場面が多くなります。道民の皆様には基本的な感染防止行動の徹底について引き続きご理解とご協力の方よろしくお願い申し上げます。私からは以上です。